崎チャンネルこんにちさあ、ということで、王道は対談今日はこの、えー、話題に喋りたいと思いますけども、えー、今ですね、ニュースピックスの、えー、生放送に、えー、出てましてですね、あのー、だからまあ、帰ってきたばっかりです、ずっと、ね あの小坂大魔王さんが MC を務めてですね、大谷翔平、そしてあの、水原一平さん問題をですね、ニュースビックスで取り上げるということで、それの生放送に行って、今帰ってきましたけれども、その中で、巨人電気機体お王道わって、買いまくり向けて、ほっと、もう、第一声の一言はね、もうこれです。ね、ふざけんな日本のプロ野球舐めんじゃねえぞね、これですよ。ねまあ、ということでね、あのー、 まさかのね、まあ、簡単に言うと、まあ、あの、まだ状況もね、状態も上がらないし、まあ、調整も必要だし、ちょっとね、えー、状態を上げるために、えー、開幕は二軍に行ってくれ、って言ったら、NO! <ノ>じゃあアメリカ帰りますって。ふざけんなっていうね。まあ、というところでね、まあ、あの、球団が、えー、発表してるんだけども、まあ、本人からアメリカに帰りたいと対談の申し入れがあったため、球団と、 しても本人の意向を尊重して受け入れましたと。ね。そらそうよ。そんななめなこと言うやつ、引き止める必要ないよ。チームのためにもなんないし、あの、価値が増える要素ない。ね。ジャイアンツの、組織としての対応、アッパれです。ね。で、あの、吉村編成部長がね、安倍監督自らが二軍調整の通達を本人に伝えたと。これはめっちゃ素晴らしいことだね。 この、あの、ヘッドコーチとかね、コーチに任せることなく、まあそこはね、お堂ワのプライドもあるだろうからば、本人ね、安倍監督本人が通達したと思うんだけども、ね、通達したとで。吉村本部長はね、えー、まず安倍監督の体制になって外野手のポジションが誰一人レギュラー決まっていないと。それに対してチーム内で競争して勝ち取ってくれという方針は変わってないと。それは外国人のお堂ワもしかりだとで。その中で春のキャンプオープン戦を経て、えー、29日開幕の中でメンバーを構成した中に、まだお堂ワ選手は本来の、えー、私たちが思い描いているパフォーマ 体調、いろんなことを含めてまだまだちょっと時間が足りないんじゃないかということになったと、で最初の開幕のメンバーには入れないけれども、しっかりとファームの方で調整して、コンディションを上げてくれと話し合ったんですよと、えー、そしたら2軍ファームに陥って調整するというのは受け入れられないと、で一番最初の頃から監督の口から彼に対して伝えましたと、ね、何度も説明しながら話し合いを続けたが、結局彼の気持ちは変わらず、退団の申し下ろしてきたとで、それを球団受け入れたと。 で、契約の中では全て一軍で試合を出すという確約もないし、監督の言葉に対して異議を唱えることはできないと契約上なっていると。っていうところでね、途中対談になったけども、まずね、まあ、これ率直な印象としては、もうね、あの、日本のプロ野球をね、舐めてんだよね。舐めてるから、あの、こういうことがね、あの、我慢できなくて、だからまあ多分来る前まで、 この日本に来るなだって、えー、日本のプレイキュー楽勝っしょつってね、まあ小遣い稼ぎに行くかみたいなね、感じで多分来たと思うんだよね。で、来てみたらね、さっぱり調子も上がらないし、結果も出ないし。まあでもこのね、アメリカの文化で言えばよ、あの、このオープン戦調子悪くてもね、自分はメジャー契約で来てんだと、ね、いう多分印象だったと思うんだよね。メジャー契約で来てると、ね、調子上がらなくてもこっから上げていくんやと、ね、えー、いうところもあると。しかもね、このお堂はね、まあ昨年はね、 サンディエゴかな。結局、ま、あこの2018年以外は、試合で出ててもほぼ打率、17年、レンジャースの時から言うと162試,試合、試合、 出てんだけども、2割4厘。で、その後2割5分3厘。2割5厘。1割6分7厘。2割2厘。2割7厘。2割3分だから、もうそもそもね、打率は残せないんだよ。で、その中で、16年からか、16年33発、17年30発、で、18年18発、で、19年が30発。で、昨年4発、その前2020年13、2 0 2十年15だから、結局、打率は残せなくても、一発ちょうどあるっていうところが多分本人の、 魅力なんだろうね。だから本人もそもそも打率なんて高くないんやと。俺一発ちょうだいやと。日本プロ野球40発ぐらい打てるぜぐらいのね。 感じできたと思うんだけども、まあ全然ね、えー、ヒットも1割台打てないと、長打もなかなか出ないとね、えー、内安打で足で奪ったヒットや、みたいなね、感じで調子が上がらないから、まあそこはね、あの、まあジャイアンツも戦力として見てるから、2軍で調整してきてっていうところがね、あったんだろうけども、俺はメジャー契約じゃ、と。まあ何人日本プロ野球2軍ファームなめんじゃねえぞ、みたいなね、ところが多分あったと思うんだけど、まああとはね、昨年までも考えると、 ま、ここまでね、セカンドでメジャーで1067試合出てんだよね。で、サードは2021年、ヤンキース、レンジャースからヤンキースに行ってから出だして44試合。で、外野で昨年の9試合しか出てないわけよ。で、ジャイアンツになってからは、まあ、外野、基本外野。坂本が休む時にサードとか守ってたりしてたけど、多分、大道場の中では、俺は、あの、インフィールドプレイヤーなんやと。セカンドなんやと。 なんで俺が日本人の,あの内野手にセカンドを上げ渡して俺は外野守らなきゃいけないんやっていうメンタル的なね。最初はまあそれも受けるために来ようかなって来てたけども、打たれへん。いいとこ見せられへん。でもなんで外野やらなきゃいけないんやと。俺はセカンドなんやっていうのがひょっとしたらあったのかもしれないね。で、それがどん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 なってきて、で、最後の最後に2軍行けっていうね、ところでプチーンって切れて、ね。 アメリカに帰りますと。ね。まあでもよかったよね、ジャイアンツとしては。ね。あのー、こういった姿勢でね、そのままいられてもファンの人も困るだろうしね、チームとしても統率取れないしね、それを毅然体として、球団もそうだし、安倍監督もね、新監督もそうだし、これをね、スパッとね、もういいですよ、もうじゃあ帰ってくださいと。でね、切ったのは非常にね、よかったかなと。まあ当初の予定の中でね、このオドーの活躍でね、今年ジャイアンツね、優勝していこうっていうところは、 えー、あったかもわからないけど、その予定は崩れるかもしれないけどね。こういう姿勢、日本の野球をね、舐め切った上でのね、まあ、舐めてなかったかもしんないけど、そう言われても仕方ないよね。そういった姿勢でやるとね、まあ、うまくいけないんで、まあ、本人のためにもね。 中途半端にあるよりは、アメリカに帰って、ね、マイナーリーグからでも、俺はまだいけるんやと、しかも30歳だから、まあ、微妙にプライドあると思うんだよね。これがもうちょっと24、四五で若かったら、一回ね、日本でパーンってやってやんで、もう一回帰るっていうのもあるし、これが35、6ぐらい後ろになったら、もうアメリカでも終わりやから、ちょっと日本バカンしながら最後のね、小遣い取りに行くか、みたいな感じでよかったけども、この30歳だから、 ちょうどまだ俺らメジャーでできるんやっていうところのプライドと、どうなんやろメジャー契約できんこの上山汗で、まあなんとなく日本来ちゃったのかなっていうね、ところはあるような気もするけどね。まあプライドは許さんかったやろ。まあでもあの、ロッテにいた横浜でね、頑張ったローズね、ロッテに来てキャンプで帰ったからね、それよりは遅かったっていうね。あとはだから昔言うとジャイアツミセリとかね、浅草見物。あとはホークスのペニーねっていうところも、 こんな感じじゃないかなクイックできなくてね。通りされまくって、ファックみたいなね。感じ。ね。ファックなんだよ、これみたいなね。ジャッペースベースボールノーベースボールみたいなね。えー、感じだったかもしんないけども。まあ、そういったところも、プライドが許さなかったのかなっていうね。ところです。でも、だから、こっから、まあ、ジャイアンツは、まあ、新外国人探しに行くんじゃここっからね。あの、まだ、今だとね、この、メジャーも開幕に向けて、えー、こっから、あの、どんどんね、藤波とか、あのー、 今中もそうだけども、マイナー降格してるところでね、このアメリカも古いに落とされて、えー、招待選手でメジャーのキャンプ行ってる選手なんかもね、メジャー契約勝ち取れなくて、マイナーにね、落ちるっていう選手、もしくはあのフリーエージェントになってね、えー、行き先を探すっていう外国に選手も出てくるから、まあ、ここから誰か、ね、そのアメリカのキャンプでハブれた選手を取りに行くんじゃないのかなっていうね、えー、ところは多分あると思うね。まあ、この2億円もね、本人から辞めるっていうところで、 月払いだから、その板分しかね、払わないから、満額払わなくてもいいっていうところもあるし、そういったところでは、新しい外国人選手、外やっていうところも取ってくるんだろうなっていうところもあるし、外野で言うとね、ま、佐々木も新人いい形で出てる、浅野もね、若い選手が出てきてる、ね。で、そこにお声とか、丸とかね、ま、あ秋ルは2軍スタートみたいだけども、そういったところで若い選手たちってね、どこまで構築してるかっていうところと、ま、佐々木はジャイアンツ主要予想してるけども、ま、あここは小ドがいなくなっても変わんないかなと。そう、オドアあんまり加味してるって1位予想じゃなかったからね。 まあかなりねびっくりしたニュースでありますけどもやっぱりそのね日本でなんとかっていうね日本の野球のリスペクトとかねやっぱないと。 あとは日本語覚えたいね。みんなこのチャンネルでも何回も言うけど、日本語、しょうもない日本語覚えてね、訳あいあいしたりとかね、えー、選手とバカなことしたりとかね、あのしていくことがやっぱりね、そのアメリカ、日本人がアメリカ行ってもそうだと思うんだよね。やっぱりその合意にいれば合意に従いじゃないけど、その中のね、そのあ世界の、その国のね、文化とか風習とか、そういったところも一緒に楽しみながらね、リスペクトの気持ちを持って戦わないと、それが別にね、台湾だっても韓国だってもそうだしね、それは通用しないんじゃないのかなと。ね。あ、そうだ、あのー、佐々木智也のゲストビアっていうね、 あの、YouTube チャンネルがあるんですけども、まだ登録者が少ないんでね、あんまり皆さん知らない人も多いかもわかんないけども、あの、そこ、あの、コラボ動画とかね、え、あげてんですけども、あの、今、 え、ラムレスさんのね、あの、チャンネルでも上げてますけども、まだ今編集中なんで今後出ると思いますけども、佐々木とね、あの、アレックス・ラムレスさんの対談がね、その佐々木ともえのゲスト部屋っていうところで出ますけど、ラミちゃんもね、やっぱり日本に来た時に打てなくて日本のコーチの言うこと聞いたりとかね、日本に行くことをハッピーやって言ってね、えー、来たりとかっていうね、どういう風な経過でね、日本に来てどういう風で、 活躍していったかっていうね話もしてますけどもやっぱああいう気持ちがねやっぱその2,000本打ってその後ね d n a の監督してね日本個性,個性も取って日本で生活して成功するっていうところではねああいうやっぱり気持ち あの、謙虚さ、ね、リスペクトで、ハッピーやって楽しんでるところがね、やっぱりどこに行っても成功するとこかなっていうね、話も聞けなんで、まあ今後ね、アップしていくと思うんでね、ぜひ、佐々木智也のゲスト部屋、そちらの YouTube チャンネルの方も皆さん、え知らない方もいるかもわかりませんけども、お見逃しなんか。ということで、佐々木が今回ね、ジャイアンツ、小道和の対談について思うことを語りました。皆さん、どう思いますか